え先日午前着の約束がいあり延着してしまいましてままた約束の時間にあなたを指定した場所に届けることに同意しましたが遅れたのは半分あなたの責任ですよねという理論で乗り切ろうとしましたが無理でしたもう一度相手にも責任がという理論を説明してもらえますかといですよねっていうのはそう例えばじゃあ朝7時からのミーティングですっていう時に僕は朝苦手ですアピールを基本誰にでもしてるんですよ。 なのでその朝7時って「いやー僕寝過ごすかもしれないですよ」って言っても朝7時って言った場合は僕は寝過ごすかもしれませんよって言ったにもかかわらず朝7時にしたっていうことは寝過ごすのも織り込み済みなわけじゃないですかなので寝過ごしたとしてもうん分かってたその時間に予定いるんだからあなたのせいですよねっていうそういう押し方をするって話ですなのでその自分が遅れるということが相手にちゃんと認識されてるかどうかっていうのが重要です なんか真面目に時間に来るキャラだと思われてるとそこはなんかあの真面目に時間来ないのがおかしいってなっちゃうんですけどもう真面目に時間に来ないよねっていうのをちゃんとアピールしといた方がいいと思います。